琉球新報さんの6月4日版の記事になります。玉城記事、給与 15% 3ヶ月減額へ、10億円不交付のミス受け。赤いところだけ読ませていただきますね、はい、沖縄県の事務処理の不備により国から沖縄振興特別推進交付金ソフト交付金の10億円余りが不交付になった問題で、玉城デニー知事ら県三役が管理責任を取り給与を減額する方針を固めたことが3日関係者への取材で分かった。玉城知事は月給の 15%、 照屋副知事と池田副知事はそれぞれ 10% を3ヶ月減給する。県総務部は1日、石垣市の生乳加工処理施設の整備事業をめぐって交付金の申請手続きに漏れがあり、2021年度として交付されるはずだった約10億1892万円を国から得られなかったと発表した。県では3月にも沖縄振興公共投資交付金ハード交付金の補助対象事業をめぐる手続きのミスによって約1億2731万円の歳入欠損が生じるなど財政面の手続きで不備が続いているということです。はい、そうですね、この中に2つミスの記事があって、で皆さんが聞いてた失言もあって考えると、実は玉城スリーアウトちょっと失点続きだなっていうのが否めないです、まあ知事がそれを手続きミスったとかじゃないんですけど、やっぱり県政としてどうなのっていうところはあるので、人間がやるのでミスはね多少は出ますけども、ちょっと立て続けにいろいろそうですね起こってますねっていう、まあ失言の問題は完全にデニーさん本人の問題なので本人が悪いんですけど、でもこれ見ると3月にもあったのに今回もまたあってる、また半年も経たないうちに2回あるっていうことじゃないですか。そうですね、ちょっといろいろありすぎだろうとは思いますけど、この10億円が目減りしたっていうのも、申請が漏れてたってことですよね。だから要は申請漏れをしてその分の交付が受け入れませんでした、でそれをちょっと国と話し合って、今年度のなんか交付金か何かを使ってそこに当てたんですけど、そのおかげで今年度使う予算から10億円減ってますみたいな、確かそんな話になってるはずなんですけど、そうですね、なぜそんなことが起こるんだっていうのは一応なんかちょっと理由はあるっぽいんですけど、今までのちょっと手続きの流れで誤認してしまってミスをしてしまったみたいな、そういうことかみたいなのがあったんですけど、だからいいって話じゃないですからね、でこれ記事を読んでて僕ちょっと気になった点があるんですよ、3ヶ月減給するってことじゃないですか。9月の選挙、そうですね、この記事は任期満了までってことで、その責任を取って知事と副知事がっていう話ですね、僕思ったんですけど、先ほど3月のミスもあったのになんで3月の時点で減給しなかったのっていうツッコミをしたいんですけどダメですか、その時点ではなんでっていう、あと今の時期でやるともう知事選近いのでですね、そんなに長くはないっていう、そう、長くないから減らされてもそんな影響がないと思ったのか、分かんないですけど分かんないですけどもそれはまあ邪推ですけど邪推ですけどもなんで3月の時点にやんなかったのって僕は素朴な疑問は投げかけたいかなっていうところです、そうですね、知事の任期も残り短いですし、ここのタイミングでやられたところでっていうとてみたいなところはありますけど、ちょっとちゃんと仕事してほしいなっていうだけですね、本当は。ちゃんとした仕事やってれば言及する必要もないと思ってるんですよ僕は、正直なし、それに見合ったことをしていれば、見合ってないことをしてるって自分自身で自覚したから減らしたんだよねっていう部分あるのかなとは思います。こういった問題が残り3ヶ月で起こるのか起こらないのか、いや起こってほしくはないですけど、起こってほしくないですけども、このスパン的にデニーさんの失言は失言であれは本人のせいですし、県政トップとしてやはり責任はあるんですけど、多分ねデニーさんじゃない時の県の人、
県庁の、まあ、優秀な方はいっぱいいるはずなんですけど、うん、ちょいちょいでもこういうことって実はあるんだろうなと思うんですよね。もしくは担当者が数少なくて、うん、まあ、20チェック30チェックができなかったみたいな感じだったので、うん、人が足りなくてその方が過労でチェック が発生したのかなっていう部分もあるので、うん、まあ、もしかしたら人材を補強しないといけない部分もあったりとか、まあね、いろいろ解決する方法が、うん、実はあるのかなとは思います。まあ、民間だったら多分偉い責任取らされるところだろうなとは、うん、そうでしょうね、思うんですけど、多分クビにされるでしょうね、軽く。怖いですね、はい。まあ、そういった感じですかね。まあ、残りの3ヶ月どうなるのかなというところを見守っていくといいますか、もう起こさないでねって監視をするつもりでいてもいいのかなと。まあ、でも沖縄はね、ちょっと行政とかもちょっとなあなあなところってやっぱり何かしらあるんで、その辺変えていかないとこの先も起こるだろうなとは思います。うん。